はい、皆さんこんばんは。こんばんは。あ、うわ、泣いちゃった声が裏返っちゃった。プロレスリングウェーブの大川美とコックです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は神さん休みです。違います、神さんチャンスです。だから休みで私たち、なるほど、はい、はい、お届けしたいと思います。お届けしたいと思います。煮切れない木曜日、投げっぱなし、これがラジオウェーブだー。よろしくお願いします。お願いします、はい、暑いですね。暑い、一応クーラー。え、自分今多分始まった途端一気に暑くなっちゃいました。なんで緊張したんですかね。緊張しないで、何も今日本当にそんなに打ち合わせもしてないので、はい、ぐだぐだな放送になると思います。ご来客、大丈夫、よろしくお願いします。あ、大丈夫です。温度下げましょうかって。あ、全然大丈夫です。ありがとうございます。優しい。私あの風邪ひいちゃうから今ちょっと雨に濡れてきた。アズリのスタッフさんいつも優しい。優しい。はい、はい、来週もう、え、今日4日でしょ。はい、あと何日後。次の土日なので10日もう切ってるよね。はい、7、8、あ、計算計算しない。7、5、6、7、8、9、10切ってます。10切ってる。10日切ってます。何度も私は、13日の、一発目の大会、14時からの大会で復帰することが決定しました。ありがとうございます。ありがとうございます。足の調子はどうですか。足の調子はね、ちょっと良くなった。ちょっとまだね、完璧ではない。曲げ伸ばしがやっぱり、あの伸ばしが 100% 伸びてない。うん、伸びてないけど、昨日リハビリって聞いたら、リハビリってどれぐらい行った方がいいんですかねって聞いたら、5ヶ月ぐらい通った方がいいよって言うんです。あと2ヶ月は通う。復帰してもリハビリに通う。ああ、そうですね、うん、この前の大会の時に会場前にロープワークされてました、うん、足大丈夫でしたか。足がやっぱり伸びないから、はい、歩数が合わないんだよね。うーん、だからちょっと4歩で行こうかな。琥珀と同じぐらい4歩で行こうかな。自分5歩ですよ。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。本当は1、2、3来るだからね。本当はっていうか、自分足が短いので、自分の本当は5です。でも5も走ってんの。1、2、3、4。あ、5が着地かな。右、左、右、左。右ってこと？1、2、3、4、左、右です。左、右、1、2、3、4、5。はい、4ですね。4で5で着地だった。嘘だ、嘘つき。嘘つきでございます。はい、8月13日、14日は、はい、ウェーブの旗揚げ15周年記念大会で、しかも、はい、まあ、私の復帰戦が一発目にあって、うん、はい、で、広田さんの21周年記念試合がリアルなんですよね。13日、13日、ちょうどリアルで26年目、うん、26周年、27年目に突入だよね。そうです、うん、で、次の日の12時からが琥珀の4周年。はい、4周年です。まだ4年しかやってないのね。はい、もっとやってるよ。これは4年生ですか、4年生、3年生ですか、5年生ですか、4周年で。4周年、自分毎年それやってるんですよ、うん、1年目は 1年生だから、2年生がで1周年じゃない。なるほど、じゃあ5年生ですか。5年生になる、だから5年目になるってことだよ。5年目、もっと頑張らないと。で、14日の、はい、15時からが私の21周年、はい、記念試合があります。もう22年生、22年生になります。すげえ。はい、そして14日の18時からがフィナーレ、はい、フィナーレ、はい、フィナーレでレジーナ戦があります。そうだ、はい、はい、またね、そう、話はね、また後ほどね、はい、詳しくやりたいと思うんですが、はい、その前にうちのスポンサーさんのスポンサー、はい、はい、このラジオが2つ前くらいから始まりました。こちらの商品、うちのスポンサーのラフェスタさんに、提供していただいているこの化粧品たちをちょっとご紹介したいと思います、はい、ご紹介したいと思います。まず1つ目、ででん、はい、ででん、エナジー
スキンソープです。こちらでございます。石鹸ですね。これね、ガミさんがめちゃくちゃ絶賛してた。これこのセット新しいんですけど、うん、全部ガミさんからお借りしてきたんですね。そう、私もらってないんだよ。そうなんですか。ソープもらってないの。なんとなんとなんと、こちらのソープは顔のくすみが取れて、透明感のある肌になっていくという。なんかすごい泡がね出るらしくて、このこれこっちでこれでやると泡がすごくて、そのまま5分ぐらい置くんだって。へえ。だからあたいの顔はシワがないんやでって言ってたよ。ガミさんですか。そうそうそう、ガミさん激推しですもんね、うん、これ激推し、ガミさんの激推し。はい、こちらがエナジースキンソープとなります、はい、2つ目エナジースキンコンディショナー、こちらでございます。違います。あれ、これじゃこっちじゃない、もう一個の24金です、うん、こっちか。はい、こちらでございます。こちらは24金純金の金粉入りです。よく見ていただければめちゃくちゃ入ってるんですよね。私これ持ってます。自分も持ってます。使ってる。使ってます。何プッシュ。自分は2くらいです。でも私ワンプッシュで頑張ってるでもダメなんだってもっと使った方がいいよって言われた。そうなんだ、うん、野崎さんは7から5に変えたそうです、うん、いっぱい使った方がいいんだって。こちらは化粧水と美容液の中間に位置する美肌用化粧品で、化粧水と乳液の代わりに使ってください。だから ね、まあ何とこれで顔洗った後にこれを1本で1本でできるってことだよね、はい、もったいなくてさ。自分もワンプッシュなんだよねいっぱい使いましょう。いっぱい使おうかな。いっぱい使ったらもっと綺麗になるかな。だから結構楽ちんなんですよ、うん、この化粧水、お風呂から出たりとかして化粧水して、うん、塗るんだちゃんと。やってる時もありますちゃんとやりましょう。ちゃんとやりましょう。やりましょう。若いうちからやらないと。 だから化粧水して乳液してっていう、ちょっと今日めんどくさいなっていう時はこれだけで大丈夫です、うん、これだけで。はい、自分も使ってます。多分ね、みんな持ってますよね。みんな持ってる。持ってる。みんないただきました。でソープだけ持ってる。ソープ持ってない。私これも持ってない気がする。も自分もらいましたよ。使い切ったんじゃないですか。そちらはエナジースキンセラムです。こちら美容液です。はい、美容液。これ使っていいかな今持って帰ろう、パクろうとしてるんですかガミさんのです。ガミさん、エナジーの効果で顔を引き締めリフトアップ。そう、ここ。これ自分全顔全部に使ってるんですけど、いいんですか。全部てかまだいらないと思うよ。いただいたので使って。私、ね、もらうよ。かわいい。いや、いやです。もらうよ。あげません。まだいらないから。いやでもまだ21よ。な二十歳過ぎたらお肌の曲がり方。いやいいの使いすぎるとね、逆に栄養入りすぎて。私若い頃にいいの使って、はい、肌が悪くなった。悪くなったってニキビがすごくできちゃった。ああ、まあ体質もありますね。でも自分いい感じなので体質合ってます。いや合ってないからちょうだいよただ欲しいだけじゃない。はい、では次に、はい、エナジージェル、こちら。はい、こちらはボディージェルで塗ると細胞が活性化し足が速くなる、筋力がアップする、疾患が回復する。で2つ目は振動して血流、リンパの流れ、神経の通りを良くする、筋肉を振動させて鍛える。3つ目が酸化を解き放ち、物が腐らなくなる、老化を止める。4つ目が電磁波にやられた体を癒すということです。これ大川さん使ってるんですよね。これね、膝に使ってる。これは結構多めに使ってるよく聞くように、うん、よく聞くように多めに使ってます。だからこれ塗ってるから最近調子がいいのかな。自分も、うん、なんていうんですか、試合の後とかふくらはぎが張っちゃう時とか結構あって、うん、ふくらはぎだるいなっていう時に使ってます、うん、やっぱなんかこれやって寝ると、うん、これやってハイサックス履いて寝るんですよ。なんで？なんかお布団についたりしてなんかもったいないじゃないですか。だって乾いてから寝ればいいじゃん。あ、そっか。その発想はなかったないや暑いじゃん。確かに。でも夏でもやっぱクーラーつけてるんで、手足足は冷やさないようにしないとなので、うん、で塗って寝るとやっぱなんか楽になってます。まあ全ては一応個人差があるので、はい、効くか効かないかはあなた次第です。あなた次第です私はもうこれが効くと思ってねやってます。はい、はい、ということで皆様ぜひぜひぜひ使ってみて、本当使いたいという方はぜひぜひご連絡ください。はい、
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあそれではここで一曲、曲を挟みましょうかね。はい。キリさんで Life is Like です。どうぞ。聴きいただいたのは、はい、キリさんで Life is Like でした、はい、ありがとうございます。この歌すごい好き。この歌好きです。あと自分雨のやつ、あれあれ何色っていうの、 あ、 いやいやあれ会場前に流れてるじゃないですか。 あれ一番好きです。私一番好きなのありがとう。あどん聞いたことない。ね、結構引退の時に流すかな。へえ、うん、そうなんだ。今度ぜひ、あんま誰も引退しないんで流せないけど今のところ、うん、今のところ、まあ、引退とかなんかあったこうセレモニー的な時に流すととてもいい歌です。そう、うん、はい、それではじゃあ13日と14日のカード一つ一つ、はい、いきましょうか。紹介していきたいと思います。じゃあいきましょう。それでは、はい、13日の14時からの、はい、決まってる対戦カードはこちら。こちらです。ででん、おかえみ大復活宣言、イエイ。はい、ウェーブ15周年アニバーサリーカーニバルウェーブ、霊気が北に移動し水となり、ジェラシーウェーブ大川由美&セラリサ VS 旧姓広田さくら&ヤコとなります。これガミさん勝手に決めたんだよね。ジェラシーウェーブ、これこれは、うん、一人だけ、あの、自分何を言いたいの、言葉を選んでて選んで、選んで、セラさんも、うん、ヒロトさんも、うん、ヤコさんも結婚されてます。なんで、あの、このヤコブスだけど、なんで、すごいじゃないですか、あの、ライバルなんでしたっけ。ライバルじゃない、何でしたっけ、天敵、天敵や、天敵、ライバルなわけじゃない、天敵や。ジェラシーウェーブ、いや、誰がジェラシーを感じてるかって話だよ。大川さんです。違うよ、違うよ、他に違う、みんな、あの、独身貴族にジェラシーを感じてるわけ。独身貴族って何ですか、知らないの、もう辞書引いて勉強しておきます。勉強して、はい、大川由美大復活宣言ということで、はい、この試合で大川さんは復帰されます。はい、暴れます。そしてヤコの顔にビッグブーツします。ヤコさんしか見えてないじゃん。ヤコしか見えてない。はい、はい、続いてもう一本決まってます。はい、同じ日ですね、はい、こちら、13日の14時開始の大会です、こちらプレミアムウェーブ鈴木すず VS X X X は
当日発表となります。当日発表 X 誰かな、X、しかもプレミアムだよ。プレミアム確かにすごい人出てくるよ。確かにそうですね、うん、自分はでもこの前YouTube でまず最初に、うん、この13日14日の大会のカードを発表させていただいたんですけども、うん、その時に予想はやっぱすず、うん、はハードコアとか、うん、そういう試合をしているのでそういう感じの選手じゃないかなと予想します。でもあの X 見てよ、ちょっと男じゃない、可愛いし大きいし男じゃないねえ、鈴木鈴がねレジーナになってね、そうですね、初めての大会っていうか、はい、まあ、ウェーブのリングに上がる、はい、ウェーブのシングルのベルトを持ってたけど先日あのコロナの陽性になってしまって、そうです、ね、ウェーブ出れなくなって今回復帰してこのプレミアムな X と試合をしてもらいたいと思います。鈴、はい、はツイッターの方で暴れますと書いてたので、うん、この試合で暴れるんじゃないですか、ね、暴れるね暴れるね、そうですそうです、 X を見て暴れるね、楽しみです、うん、楽しみ、はい、はい、そして続いてはこちら、こちら、はい、ウェーブ15周年アニバーサリーカーニバルウェーブ、なんだっけ、初期が南に移動し火となりデュアルショックウェーブ、ウェーブ認定タッグ選手権試合30分1本勝負、王者組宮崎ゆき&ハイビスカスミー VS サキ&清水ひかり、はい、こちら第29代王者組初防衛戦となっております、はい、タッグの防衛戦ですよ。初なんですね。初なんだよね。自分はブリシスダンスが楽しみです。一緒に踊りなよ。見たいんですよ自分は前で踊りなよ、目の前で 見てます、まあこの前の試合、もし前の試合でダメージなかったらすぐ出てきね、はい、確かに、うん、そうですね、自分でもまた一回も踊ったことないので。私もない。あ、そうなんですね。本部席で踊った。あーそっか、うん、前で。あ、もうだっていけるじゃないですか。もういける、はい、いける。すいません、こちらの試合のこちらの大会は、13日の土曜日18時開始となっております。はい、これは、2回目の大会です。そうです、私たちチケット取り置きするとき 1,2,3,4,5 で取り置きしてるからね。はい、2回目の大会となっております。だから2です。はい、はい、これはですね、先日8月1日のウェーブの波市の大会で、キャッチザウェーブの3位となった佐紀選手が、うん、3位で、メダルしかもらえなかった。普通なんだよ、うん、普通なんだよ、メダルしかもらえないんだよなのにわがまま言ったんだよというので、ベルトに、うん、はい、挑戦させてください。本当は広田さんとアイガーも2人で挑戦するって言ったらでも挑戦するって言ってたのは広田さんしか言ってないんですけどね言ってなかったけど、宮崎さんはいや、なんだっけ、即席じゃなくてちゃんとしたタッグチームでとやりたいというので、佐紀選手と清水選手のタッグチームとこっちになりました。はい、すごいな、いいですね、うん、どんな試合になるんだろう。清水さんと佐紀さんの試合自分好きです。なんか結構連携が多いですよね、うんうん、この2人すごいいいと思う。ただブリシスやばいよ。確かにやばいよ、本当に。確かにやばいですね。やばいよ、強いと思うので。あの、惑わされたらダメだよ。惑わされる、惑わされるよ。だってみーさんにとか、みーさん途中で歌歌うよ多分ねこの歌がまたお上手なんですよねこのタイトルマッチならきっと歌うよ。それがみーさんだと思います、うん、説教もするよきっと多分じゃあそのさきさんと清水さんが何もやらかさなければ、うん、みーさんの逆鱗に触れなければ説教されないと思うけどまあ本当にあの心を乱されてしまう試合になるか、もう本当に2人は貫いていくか、どっちかだよね。はい、こちらも楽しみな感じ、楽しみです。はい、はい、お次のカードお願いします。こちらです。でんでんでん、はい、こちらも13日の18時開始、旧姓広田さくらアニバーサリーウェーブ26周年、うい、旧姓広田さくら VS 高瀬美雪 VS
アルフレッド・ネグレンブレネクレンプルグネクレンプルグ、はい、あーさっき練習したのに練習したの してました電車の中で、はい、これひろたさんの、はい、周年試合よ。そうです。しかもスリーウェイにしてる。スリーウェイすごいな。アルフレッド・ネクレンプルグ見たことある？自分多分あります。なんで？名古屋であります。名古屋で出てきた？あ、違うか。なんでだろう。なんか知ってます。でも誰が試合してたんだろう。誰が試合したかな。でも一番すごかったのはカオルさん。そうですよね。それ名古屋じゃないですか、ね、うん、じゃない。あ、やったかな。2回やったんかな。新木場で1回、あ、アゲインでやってるかもですかね、うん、なんかカオルさんがやってるイメージはあります、うんうん、あ、じゃあ名古屋でやってるかもね、アゲインで。なんか飛ばしてお客さんの方になんか飛ばしちゃったんですよね、うん、あ、それを覚えてます。やってるかも。なんか引退決まってからで最後にやってくださいって言ってやってもらったかも、はい、その3選手のシングルマッチ、うん、シングルマッチじゃない、スリーベイマッチかとなっております。すごい。これはひろたさんご希望の。そうだよ。あ、なるほど。ひろたさんが自分の周年の試合でこれやりたいって言ってなるほど。これね、レスラーでもあの見える人と見えない人がいるから。ああ、じゃあひろたさんは見えるんですよね。多分見えるんじゃない。高瀬さん初でしたね多分、うん、初。見えるか見えないか、なんか見えないで戦うか、ちゃんと見えて見えないで戦うの厳しいな、うん、ちゃんと見えてるのかあの当てずっぽうでやるかもしれないしね。あ、なるほど。これも面白そうです。面白い。楽しみです。面白い。絶対面白いと思う。あ、これひろたさんの意気込みとか聞いとけばよかったですね。本当だね。また聞いておきます。聞いてみましょう、はい、それではお次のカードお願いします。ダダン、こちら14日日曜日の12時試合開始、はい、ウェーブ15周年アニバーサリーカーニバルウェーブ陽気が東に移動し木となり、琥珀アニバーサリーウェーブ4周年琥珀 VS マナミ。この同期なの？いえ、先輩です。先輩なの？はい、マナミさん先輩です。そうなんだ、はい、これは自分の周年で自分がやりたいですという、うん、で組んでいただいたカードになります。自分うん、仙台ガールズワールドジュニア、うん、チャンピオンだったことがありまして、うん、その時に、うん、まなみさんから、まなみ選手からベルトを取って、おー、すごいじゃん。自分もまなみさんからベルトを最終的に取られたっていう、はい、で長い間シングルマッチをたくさんしていて、うん、いたので、うん、またシングルマッチやってみたいと思って希望をさせていただきました。最後にシングルマッチしたのが、うん、2020年の2月16日約2年前。1年半か、いや2年前、2年以上前です。んだって今2022年なので、うん、2021年の2月、2022年の2月。あ、そっか、2年以上前になります。タッグではその、それよりも最近当たってるんですけど、うん、2年以上ぶりのシングルマッチで、はい、勝ったのな。楽しみです。勝ってよ、はい、周年は勝って勝利で、はい、収めてください、はい、頑張ります、はいはい、じゃあ続いてのカードいっちゃっていいですか。お願いします。こちらドゥンドゥヌン、はい、こちらも14日、3時試合開始の、はい、こちらもじゃないか、こちらはまた別の大会、はい、14日3時試合開始のウェーブ15周年アニバーサリーカーニバルウェーブ陽気が西に移動し金となり、大川由美アニバーサリーウェーブ21周年ドキセクシーレスラーだらけの元祖ワイシャツマッチ、はい、こちら出場選手は大川由美、サキ、ユキヒマヤ、アノーサオリ、高瀬美雪ほかとなります、はい、ウェーブって一応フリーを上げない宣言をしてるんだけれども、はい、まあ、今回は私の周年ということで、はい、まあ、私のご利用しで、ご利用しで、ご利用しでアノとユキヒに出てもらうんだけど、アノとユキヒって、 あのねユキヒはね、ユキヒマヤのマヤ、正規軍の時は違うの、はい、感じが、悪魔の魔ですよね、うん、
になってって、アノーさんは、アノーはアノー沙織だけど、白アノーでお願いしてるんだけど、うん、まあ、正規軍で組んでて、はい、まあ、今回は正規軍じゃないけど出てほしい、うん、で、いや、やっぱりワイシャツ似合いそうな顔してるじゃん。確かに確かに。ワイシャツ顔じゃん。はい。このバナーにもあるのですが、ワイ、うん、シャツは、ワイシャツはロマン。かぶってた。かぶしたんだよ。かぶしていったんだよ。確かに。サキさんも、うん、ちょっと、ワイシャツ顔ですね。セクシーよね。高瀬は、なんかちょっと団地にいそうだよね。団地妻。団地にいそう。団地。団地よ。マンションとかじゃないよ。人妻っぽいってことですか、うん、ね、うん、未亡人。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 団地よ。団地。マンションじゃないよ。それは、いい言葉なんですか。そんな、団地妻ってやつよ。すごい、うん。これ、なのですが、先日、うん、最近ですね、YouTube の方で、ウェーブの10周年。うん、10周年の大会でもワイシャツマッチを行っておりまして、うん、そちらの映像を YouTube にアップしておりますので、うん、そこで予行練習っていうんですか、見てください。そうそうそう、予行練習、ね、ワイシャツマッチとはっていう、はい。そしてですね、この試合はですね、この試合は、うん、リングの外に落ちた人に、うん、水鉄砲で攻撃をするというびちょびちょマシンガンズ、出動の許可が降りたので、そう、会場から水 OK ですって出たの、はい、はい、なのでびちょびちょマシンガンズは出中何だって出動ごめん待って出動するので、うん、前の方のお席の方は、もしかしたらっていうか濡れる可能性がございますので、そうか、ファンの人全部全席指定席なの、はい、だから、あ、そっか、最前列って頼んでない人も最前列に入ってる場合がある。そっか、じゃあだからもうみんな会場にいらっしゃる全員が濡れても良い格好、そして精密器具、携帯とかカメラとか持って来られる方もいらっしゃるかと思うのですが、うん、そちら、お気をつけください。お気をつけください。本当に全席指定で予約来たやつは前の方から入れてるから、はい、結構、あ、前なんだってやばいやばいっていう人もいると思いますので、はい、ぜひお気をつけください。なんならゴミ袋とかね、持ってきてもらって、そうですね、持ってきていただけると、かぶってもらったりとかね、はい、ガミさんなんかポンチョ売る、なんかカッパみたいなの売ろうかな、はい、間に合えばって言ってましたけど、どうなるんですかね、どうなるのかしら、間に合わせますとおっしゃってましたが、うん、またそれも、リリースの方をさせていただきたいと思います、はい、発表すると思うので、はい、チェックの方よろしくお願いします。お願いします。はい、それではお次お願いします。こちら、はい、14日日曜日18時から試合開始ですね、こちら、はい、ウェーブ15周年アニバーサリーリーアニバーサリーカーニバルウェーブ、残った要素が中央に集まり土を生じた、レジーナ・ディ・ウェーブ、ウェーブ認定シングル選手権試合、30分一本勝負、王者鈴木すず VS 挑戦者ひだ危ない、もう聞こえちゃってるけど、ひだひかる、はい、選手となります。これね、しだからね、はい、やらせてくれって言ったわけですよ、うん、そうですね、海外にいるからといって日本のベルトを挑戦してはいけないということはないですよねっていうことで、そうなんだけどさ、海外から呼ぶんだよ、はい、めちゃくちゃお金かかってるんだよガミさんはよくあれですよね、何、ペイペイに換算すると、そうそうそう、ペイペイじゃないわ、スイカに換算するとめちゃくちゃお金かかってるわけですよ。なのでね、本当にでもこの試合は期待されてて、みんなこの試合はいつ、まだ発表される前は、はい、タイトルマッチはどの大会ですかみたいな言われてて、うん、そうですね、最後の、もう最後の大会にやっぱりフィナーレにふさわしいね大会にしようと思ってここに持ってきました。なのでぜひ皆さん、まあフィナーレだから15周年最後のお祭り騒ぎの試合なので、ぜひぜひ
本当はあの5大会でトータル2000人を目標にしてるんで、はい、同じ人が5回見てもいい。そうですね。でも2000人、はい、なので1大会に400人は入れなきゃいけない。そうです。そうなんです。ぜひ皆さんいらっしゃってください。ぜひぜひ、はい、で、今 YouTube であれやってるでしょ。はい、メンバーシップというのを行っておりまして、メンバーシップのご説明をしますと、うん、YouTube 登録で自分たちが出してるウェブが出してる試合を、うん、試合じゃない動画を見れるのですが、うん、あ、登録しなくても見れるんですけど、うん、メンバーシップというのに入っていただいて、うん、メンバーになっていただくと、メンバーの方しか見れない生放送だったり、うん、動画配信を行っていこうと思っているので、うん、メンバーにならなきゃそれは見れなくて、うん、今配信しているのは8月1日の新宿大会のゲリラ配信のアーカイブをメンバーの方に見ていただけるように配信しております、はい、そして13日の一発目の大会の生配信をメンバーシップで配信しようと思っております。はい、これは本当に来れない、どうしても行けないっていう人はもうメンバーシップに入ってもらって、そうですね、生配信を見てもらいたいなと思います。はい、で、この5大会本当にこうやっぱお盆の時期なので、あ、会場には行けないけど試合が見たいっていう人は、はい、カンフェティでなんと、はい、なんと13日の2大会、14日の3大会、2と3をセットで、まず2大会は13日分、そして14日分、はい、と2つに分けて、販売いたします。はい、どちらも2大会3大会どちらも3500円、安いとなっております。安い、いつも1大会で3500円なのに、今回は本当に、はい、15周年っていうものを見ていただきたいので、はい、お休みで、でもちょっとだけ、16日からの配信になりますかね、うん、はい、ぐらいからの配信になるので、ぜひぜひ見た方も、はい、ぜひお買い求めください。よろしくお願いします。そして、はい、はい、そして、はい、3の試合の時ですね、自分の周年の試合の日なんですけども、14日の12時からの大会に、うん、参戦する選手が1人決まっておりまして、まだどの試合か試合とかは決まってないんですけども、うん、参戦選手で、梅崎遥選手が、参戦決定しております。うん、はい、そしてですね、おいおい、いっぱい情報があります。何でしょう。13日の、はい、どっちの大会か分かんないんですよね。多分分かんない。はい、まあ、どっちも来るかもしれないし、どっちかにしか来ないかもしれない。はい、でも試合はするわけではありませんが、うん、上松俊恵さんが来場されて、ご来場していただけるということで、もう上松さんファンは本当にウェーブに上松さんが所属されてて、はい、上松さんファンでウェーブをそのまま押してくれてる人も多いので、すごい、皆さんぜひぜひ上松さん、生上松さんを見に来てください。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、他はですかね。他はもうないですか。はい、じゃあコメント言ってもいいですか。はい、あとすみません、ありました。何でしょう。自分が先日の8月1日の大会で希望、はいはい、希望っていうか希望させていただいたのですが、うん、その8月1日に来場していただいていた、うん、ダリス選手とステファニー選手、うん、メキシコのスターね、 CMLL のスターの選手が、うん、いらっしゃっておりまして、自分ルチャの動き、ぴょんぴょんする動きを学びたくて、うん、試合をさせてくださいとお願いをさせていただいたら、ガミさんに通訳していただいて、伝わってたのかね。いや、でも OKOK、OK OK、って言ってくれてたので、ちゃんとガミさんが通訳してくださったと思うんですけども、うん、試合をさせていただけることになりました。こちらも15周年の中のどれかで試合をさせていただくことになっております。まだ決まってはいないのですが、決まったら、リリース発表をしますので、はい、そちらもチェックお願いします。お願いします。はい、それではツイッターの方、じゃあ質問、西さんからありがとうございます。はい、ありがとうございます。琥珀さんに質問です。はい、
まなみ選手を選んだ理由を教えてください。はい、先ほどもお話ししたのですが、前にベルトをかけて戦ったりとか、たくさんシングルマッチをしてきて、うん、2年以上試合をシングルをしてない時間があったので、うん、またシングルをしたいと思って、あの時は自分はライバルはまなみさんだったので、まあ、先輩なんですけどライバルって思ってたので、今また試合をしたいと思ったので希望させていただきました、うん、よかったね、あの、はい、通ってよかったです、嬉しいです、はいはい、それではじゃあ続いての質問です、はい、中島哲也さんからありがとうございます、はい、ありがとうございます。小白さん15周年記念大会全5大会出場頑張ってください。はい、自分は若いので怖い、近い来日中の CLL ダリス&ステファニー両選手からルチャの手ほどき受けて対戦と楽しみです、はい、国内にもルチャに長けた本間大選手やチームヨロ、小林加穂選手、板橋プロレス、マルコ選手等がいますが、対戦したい選手はいますか？ルチャーの動きをされる選手というよりかは、自分は大きい選手に対してぴょんぴょんしたいです。おお、大きいってどっち？こっち？こっち？どっちもです。やっぱ自分は身長がちっちゃくても多分もうこれ以上伸びることはないと思うんですけど、ないよ伸びたら怖いよないと思うので、そういう自分にないもの、自分にないものをみんないっぱい持ってると思うので、そういうね、それに対抗できるものを吸収していきたいと思います。はい、はい、じゃあ次も同じ中島哲也さんから、はい、岡さん復帰決定おめでとうございます。ありがとうございます。15周年記念大会、私が観戦する日はワイシャツマッチ、初めて見るので楽しみです。濡れたキャンパスで足を滑らせませんように、うん、そうなんだよ、ちょっと怖いんだよ。私もワイシャツで観戦しようかと考えましたが、普段と変わり映えせずにセクシーではないのでやめておきますいや、みんなワイシャツ着てきなよ。確かにそれいいですね、うん、お客さんもワイシャツ着てんでびちょびちょになる。そうそう、で着替えればいいじゃん次の大会で。確かに風邪ひかないように気をつけてください、うん、そうしよう、みんな、14日の15時からの大会はみんなワイシャツで、ご来場よろしくお願いいたします。竹ちゃんさんから、ありがとうございます。大岡さん復帰戦決定おめでとうございます。ありがとうございます。また、すごいいっぱいです。いっぱい西さんからいっぱいいただいたんですが、ちょっと他の方も読みたいので、はい、にわか女子プロレス放送局さん、ありがとうございます。ございます。小白さん、はじめまして。先日波市で CMLL ダリス選手との合同練習対戦のお話が出てました、はい、実際にダリス選手のどのようなところを吸収したいですか？また試合への意気込みもお聞かせください。はい、ですね、ダリス選手は、うん、自分多分ダリス選手は覚えてないと思うんですけど、一度対戦させていただいたことが、対戦っていうか、いっぱい人がいて、何試合バトル、それともバトルでちょっとだけ対戦させていただいたことがあって、うん、その時に、すごい筋肉だったんですよ、うん、パワーがめちゃくちゃすごくて、うん、こう掴まれただけでなんか腕を持っていかれそうなくらいすごかったので、うん、ダリス選手は自分の中で、すごいパワー系なのかなっていうイメージです。多分すごいヒュヒュポイッとやられちゃうかもよ。ステファニー選手が自分はぴょんぴょんなイメージがあるので、うん、やっぱパワーとぴょんぴょんを吸収できるように、うん、勝つは勝ちたいっていう気持ちはあるんですけど、うん、勝つというよりかは吸収するっていう気持ちが強いです。お、頑張ってね。はい、はい、それでは次ポコさんからありがとうございます。ありがとうございます。小白さん、もうすぐ4周年おめでとうございます。団体の周年を合わせた日に5試合すべて見られることが本当に嬉しいです。頑張ってください。では質問です、はい、ウェーブに所属して一番楽しかったことは何ですか？楽しかったこと、うん、楽しかったこと、うん、なんだろう、でも大体、いつも楽しいですなんか、うん、やっぱ先輩たちがみんな揃ってると、うん、ずっと笑ってるじゃないですかそれが見ててっていうか、
見てて一緒にいて楽しいなって思います。よかったです。ずっとみんなが笑ってるの。そう、いやミーティング中ずっと笑ってるよね、はい、話が脱線して長くなる面白いですそれでは次また同じポコさんから、はい、岡さん、宣言通りナロヘアでの復帰おめでとうございます。ありがとうございます。欠場中全選手の入場でペンラ振り回す、うん、振りまくる岡さんが本当に可愛らしく大変感動しました。復帰戦のカードを拝見しただけでも面白いです。拝見しただけでも面白いです。さて質問です。15周年を迎えるウェーブ琥珀さんにこれから期待することは何ですか。琥珀に期待することは、今エースの野崎が、欠場中ということで、ここは琥珀に頑張ってもらってエースになってもらおうかと思います。頑張ります。お願いします。はい、はい、まだいけるかな。続いての質問いきます。プロレスファンの森さん、はい、ありがとうございます。豪華選手、琥珀選手、ラジオお疲れ様です。豪華選手に質問です。復帰戦ジェラシーウェーブのカードは豪華選手以外の3選手が既婚者ですが、3選手の中で特にジェラシーを感じている選手はいらっしゃいますか。豪華選手の復帰戦楽しみにしています。私はジェラシーを感じていません向こうが、多分ヤコが私にジェラシーを感じていますジェラシー、ジェラシー、待ってよし次、今日いっぱい来てるんだ。はい、ベーダースケオさん、ありがとうございます。先日はゲリラ配信を感謝です。琥珀選手の試合後ぜいぜい言いながら私は元気なんでとツッコミ満載のマイクアピールがむちゃくちゃ笑わせてもらいました。お姉様の方に囲まれたウェーブ、特に美人社長の圧力の中で、あの若さアピールはある意味大盛り感を感じずにはいられません。本当ね、ちょっとバカなのそんなことないですよちょっとバカなの、本当に計算ですよ。いや本当に、うちの末っ子ね計算ですよ、そんなの。いやいや、私、うち43、4、何歳離れてんの。自分21歳なので22。うおー、子供じゃん、あんたとかですか、ね、子供じゃん。本当に親みたいなもんですよ私たち、親みたいなもんです中島哲也さん、岡さん、追悼新調おめでとうございます。これ新調したんじゃないです、古いんです。もう一個、そう、穴開いちゃうかもしれない、穴開いちゃうかもしれないボコボコなんだよねそう、あ、宮崎さんがね、あるじゃんプロミネンスで踊ったじゃんってあー、違います違います、あの前で踊ったことないってことです危ねえ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 、前でね、前で踊ったことがないっていうことですよですだそうです。宮崎さん、怖い怖い、はい、次からさんからありがとうございます。こんばんは、岡さん復帰戦大変ですね。人妻3人に独身1人、当然岡さん応援しますよ、応援しろやいつか岡さんも人妻になれるように神頼みしておきますね。ほんと思い切りしてちょうだい。岡さんに質問です。20代で結婚したセラ選手、セラさんに嫉妬してますか。あ、20代で結婚したんだ。へえ、早いね。いいな。早いね。私もね、若い時、10代の時は20歳で結婚しようと思ったの。自分23で結婚すると思ってます。やめてね。やめてよ。ダメよ。でも別に結婚は良くないですか。いや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 。なんでですか。子供を産んだらあかん。で次25になって、30になって、35になって、もういいかなと思ったけど、40になってちょっと老後一人は寂しいなと思って、結婚、やっぱり結婚したいなっていういつも言ってるのは、一回は結婚してみたいですよね。一回は、一回、とりあえず一回は。大川さん結婚できないんじゃなくて、してないだけです。そうそうそう、私結婚できないんじゃないんです、しないだけですはいって感じかな。でもいっぱい来てる、同じ方からもいっぱい、いっぱい来てるので、ちょっと飛ばさせていただいたりもあったんですが、はい、本日もたくさんのご質問ありがとうございます。たくさんありがとうございます。ありがとうございます。すごいいっぱい来てたので、はい、時間があと5、6分しかないので、ウェーブからの、はい、お知らせなのですが、はい、ファンクラブ、はい、ファンクラブをですね、今月中15周年、まあキャンペーンということで、15周年を迎えるにあたってキャンペーンということで、はい、通常は入会金2200円プラス年会費6600円のところを、はい、今回は8月31日までは入会金の2200円は0円です。
なので6600円のみで、はい、ウェーブの、ファンクラブに入ることができますので、ぜひぜひ皆さん入ってみてください。あのね、8月から新しいこと始めたの。今まで、はい、ファンクラブの誕生日の方にはご連絡、はい、ご連絡っていうかしてなかったんですけど、特にはしてなかったんですけど、また8月から、まあ8月生まれの方とか9月生まれの方って、はい、あの当日には来ないんですけど、もう、あの一応誕生日の動画を送らせていただくことになっております、はい、だから今日ね8月生まれに、ね、送った、お、まあ、届いてる方いらっしゃると思います。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、特典がねたくさんございまして、はい、入場時、うん、会場入場時に優先して入れたりだとか、うん、これ波打ちでめちゃくちゃいいですよね。そうだね、全席指定席の時とかは、まあ、関係ない。あ、そっかそっか、関係ない。あの自由席、あ、そう、自由席がある時は、うん、自由席を選ば、ご購入の方はまあ先に入れるので、アミスタの時はね自由席だからね。あ、そうですね、うん、アミスタの時がいいのか、うん、はい、など、あとは、週に1回ファン、選手がこうリレーでメールを送ってます、はい、あとは月に1回のハガキ、500ウェーブっていう、商品券500円分の商品券がついてて12回もらえるので、まあ実質タダみたいなもんよね。そうですね、6000円分だけどね、はい、あとは、あれですね、チケットが早く買えたり、うん、販売開始よりもちょっと早く買えたりとか、そう、もうリリースした時点で予約ができる、はい、早い人は早いよ、リリースパッて出したらパッて買ってくるから、ね、すぐ買ってくださったりとか、うん、などなどたくさん、特典がございますので、こちらも SNS 等で、はい、あとあれですね、リリースが早く届く、そう、リリース、あのね、はい、迷惑メールみたいにねリリースがバンバン来るから、発表ごとがウェーブの発表ごとが早い、ツイッターとかよりも先に届くので、うん、先に知れるっていうこととかがたくさん特典がついてますので、そちらも、SNS にアップしてますのでチェックしてみてください。ぜひチェックしてください。ウェーブ加入してください、はい、もう一回カードのあれだけ流してもらおうか、はい、お願いします。最初からカードのお願いしてもよろしいですか。はい、お願いします。はい、13日2時開始のチラシウェーブ、大川由美セラリサ VS 旧姓ひろたさくら&やこ、はい、続いて、プレミアムウェーブ鈴木すず VS X は当日発表になります。はい、はい、そして13日6時開始のデュアルショックウェーブ、ウェーブ認定タッグ選手権試合30分一本勝負、王者組宮崎ゆき&ハイビスカスミ VS 挑戦者組サキ&清水光、こちら第29代王者組初防衛戦となります。はい、はい、そして、こちらも13日6時試合開始の旧姓ひろたさくらアニバーサリーウェーブ26周年、旧姓ひろたさくら VS 高瀬みゆき VS アルフレッドネクレンブレブルグはい、次、はい、そして、14日12時開始の琥珀アニバーサリーウェーブ4周年、琥珀 VS まなみ、はい、こちら14日の3時試合開始となります。大川由美アニバーサリーウェーブ21周年、ドキセクシーレスラーだらけの元祖ワイシャツマッチ、出場選手は大川由美、さき、あ、ゆきひまや、ゆきひまや、あの沙織、高瀬みゆき、ほか、もう一人、はい、14日18時試合開始となります。レジーナリーウェーブ、ウェーブ認定シングル選手権試合30分一本勝負、王者鈴木すず VS、挑戦者志田ひかる、第18代王者初防衛戦となります。はい、今決まってるのはこの辺りのカードなんですけれども、続々とカードが決まったらすぐ発表したいと思いますので、皆さん楽しみにしていてください、はい、お願いします。はい、あと10日後、本当に15周年はねいっぱいにしたい、まだまだチケットいっぱい残ってます。はい、ぜひぜひ皆さん見に来ていただけると本当に嬉しいです。はい、自分のおすすめは、うん、選手取り置きか、うん、事務所取り置きか、うん、つくつくショップザブンのウェブチケットです、うん、なぜかというと、あのチケット、神さんがいつも作ってくださるチケットが手元に来るので、
集めてる人はすごいよね、はい、自分はそっちの方が嬉しいと思うので、うん、ぜひそれでご購入くださ い。それでは皆さん、はい、本日もご視聴ありがとうございました。またねまたね。